はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちら紹介したいと思います。電源不要の防犯カメラになりますね。こういうの便利なんだよ、本当。お家の外、駐車場とか玄関とかね、防犯カメラつけたいんだけども、しかもにコンセントがないね。もうそういう時代は終わりましたね。電源供給はこれね、これさえあればもうバッチリなんですね。はい、じゃあね、紹介していきましょう。テラリン。はい、今回紹介するカメラはね、こちらになります。ソーラーパネルとカメラ本体のセットになります。これ動画はね、3メガピクセルって書いてあるよね。300万画素で、撮れるそうです。高画質300万画素ね。レンズもベベベベベベーンとついてます。で、ここが美所です。355度と90度。これね、これもうこの355度っていうと、もうほぼ一周に近いね。そしてここがね、こう90度、こうやっていくから、もうほぼ半分全部ね、カバーすることができる、そんな防犯カメラなんです。すごいでしょ。で、これね、赤外線センサーもついてるので、夜でもバッチリ、嬉しいね。はい、こんな感じ。 IP65 の防水防塵機能がついてます。まあ、これぐらいついてないと、表でね、あの砂とか花粉とか雨とか雪とか耐えられないもんね。表で使って大丈夫なやつです。はい、そしてアレクサ対応です。アレクサ、庭を見せてね。はい、かしこまりましたってね、ピラリンって勝手に映してくれるんだね。すごい時代だね、ほんと。ね、20世紀ね、ドラえもんがそのようなのを出してたよね。ああ、こんな時代、未来が来るのかなってね。その未来に今なってるんです。すごいね。はい、ソーラー充電配線不要。ね、で、2.4 ギガの Wi-Fi 対応しています。もう電波で飛ばしてくれる。だからスマートフォンで確認もできる。すごく便利だね。はい、そしてね、距離としてはだいたい15メーターの範囲をカバーしてくれそうです、ね、お家の上につけたらだいたいこの15メーターの範囲ね。これが昼、あれかな、カラーで、これが白黒赤外線使ってんのかな、だいたいね、これぐらいカバーしますよということみたいです。はい、まあ、スマートナイトビジョン機能というのが搭載されているそうです。まあ、細かい内容はね、ちょっとAmazon のページを見ていただくとして、まあ、ざくっと見ていただくとこんな感じです。スマートナイトビジョン搭載で、動体検知アラームがついてますね。オン、オフ、ね、ついております。そしてフルカラーモードがついています。これもすごいでしょ。さっき見たのがカラーモードと白黒モード2バージョン、ね、はい、白黒モードがありますよってことだね。動体検知もそれぞれのモードでオンオフすることができます。はい、そしてその動体検知は10段階ね、どれぐらいの動きがあったらっていう、あの何かこうね、動きがそんな大して動いてないとか違うものね、誤検出してしまう場合があるから、まあ、大体その感度設定を10段階で設定することができるということです。これすごいね、感度のアップダウンは、こうやってできるんだね、アプリで。いい時代だね。はい、そしてね、ここら辺もあるんだね、このアラームを鳴らす必要のないエリア、ね、ここのエリアは、みんなね、通路で通るから、ここはいいやとか、だここのところ、この窓のここのところの、ここから泥棒が来たら嫌だからね、こんなところだけとか、そういうね、こう、昼間のアラームエリア、検知カスタマイズって、こういう機能がついてるんで、これは、ウルトラめちゃくちゃ便利だよ、ほんと。びっくりするぐらい、ね。はい、まあ、サクサクっとこう絵で見るとね、こういうことです、ね。はい、これ、もう一個ちっちゃくしようか。よ、こんなもんかな、ね。PIR 動作検知、スマホの通知をしてくれますよ。で、発光して威嚇、ピカッ。これが結構大きいよね。あの光が見て、パッとこう逃げてくる、ね。はい、そして、みんなで共有することができる。はい、そしてね、双方向通話ができるよね。
ご飯だよーはーいとかね。だから玄関につけておけばね、お荷物で待っててみたいな、そこ置いといてとかね、そうやって会話をすることもできるんです。アレキサ対応となっています。ウルトラ便利でしょ、ね、はい。そしてね、 iOS、 Android 両対応になってます。で、 SD カードは別売りだからご自身で用意してくださいねっていうことと、あとクラウドのストレージサービスは1週間無料でお試しで使うことができますよということです。はい。でね、まあ接続するまでのこのね、手順っていうのもあるので、まあちょっと興味のある方は Amazon のページにこれがあるんで、まあちょっとイメージトレーニングしてみてください。おじいはこれを見ながらね設定します。はい。で、取り付けなんだけれども、まあ壁にチャコーンとこう付けるだけだね。こっちをつけて、これをガチャンとドッキングするだけ、ね。で、天井につけたり、壁につけたりね。こういう仕様になります。まあ、どっちでもつけられるよってことなんだね。めちゃめちゃ便利です。はい、仕様はね、300万箇所の足公式は H265 を使ってます。だから画質が綺麗。画質が綺麗で、データ量が少なくて済むってやつだね。264のもう一個上のバージョンです。これね。で、範囲は15メーターまで撮影距離はね。で、胴体検知についております。10メーターの範囲ね。で、マイナス10度から50度まで対応しております。ね、まあ、こんなもんかな。うん、重さは 1.06kg ということで、で、SD カードはマイクロ SD カードを使います。ということはね、まあ、あとはまあ、大体、Amazon のページを見てみてください。はい。ペロリって言っちゃったね。はい、それではね、開封したいと思います。後ろで開封します。はい、それではね、開封したいと思います。パッケージはね、こんな感じになってます。こうだね、こうだね。はい。で、ビニール、ね、シュリンクになってるので、まずは、よいしょ、ちょっとこれね、ビニールを取りましょう。よいしょと。はい、ビーッと。まあ、新品未開封の証だね。気持ちがいいね。よいしょ。はい、しっかりとね、開封したいと思います。よいしょ。はい。で、改めてね、ね、注目してほしいのは、ここです。てれれれってってれーん。はい、ちゃんと安心してください。技的認証もね、しっかりとあります。バッチリ。ね、国内でしっかりと使える商品になってます。はい。で、パッケージもちゃんと日本語パッケージになってるのが、すごく嬉しいよね。うん、はい。それでは、ちょっとカメラをね、上からの、視点にして開封したいと思います。じゃあ開けるよ。よいしょ。はい。ポンポンポン。あ、すごい。あ、これいいね。防犯カメラ作動中ね。これ結構抑止力になるよね、これがあるとね、うん、これ嬉しいね、ついてるの。はい。そして取り付け説明書。ね。ああ、わかりやすい。文字も結構見やすいね、ほら。ね。はい。取り付け方は、これを見ればバッチリわかるようになってます。はい。そしてね、これがマニュアルだね、これね。はい。使い方。ね。うん。これ、ちゃんとした項目になってるよ、ほら。ちょっとこう、ズームしてみようか。みよーん。ほら。ね、各部の、あとイメージ、スマートフォンにアプリをダウンロードするからね、ちゃんと順を追ってしっかりとあります。はい、こんな感じ。まあ、これ見てやればね、ちゃんとマスターすることができます。ね。はい。あ、ちゃんとアプリのこれ使い方も書いてくれてあるね。うん。お、しっかりとカラーになってる。ね、はい。で、これ、ソーラーパネルだね。よいしょと。お、これは、下に繋がってる。よいしょ。はい、こんな感じ。結構珍しいね。ホワイトでしょ、ホワイト。ね、ホワイトボディです。よいしょ。ね。はい、ケーブルの長さもね、余裕を持って嬉しいね。はい、こんな感じ。ソーラーパネル。大きさ的にはね、手のひらサイズぐらいかな。ね。はい。で、ここは、三脚に取り付けられるあのネジ穴と同じだね、これね。ちょっとズームしてみる？にゅー。はい、こんな感じ。
付属のやつにつけるんだけど、でもあの場所をはなかしたところにね、三脚とかああいうビスだったらつきそうだね、いろんなところにね、うん、はい。そして本体があります。本体かっちょええな、よいしょよ、しっかりとすっぽり収まってるね。内蔵バッテリーって書いてあるね、これね、うん、すごいな。重さはね結構あるよ、うん、重さはどれぐらいかな、うん、結構モバイルバッテリーね、15,000mAh ぐらいのモバイルバッテリー1個分ぐらいはあるよね、うん、はい。でちゃんとセンサーがついて、カメラが真ん中についてるんだね。でここペロペロ、これね、このペロペロ撮りましょう、このペロペロ、このペロペロ撮らないとね、うん、はい。でここに、あ、ここにもちゃんとね技的認証のマークついてます。はい、ちゃんとしてるね、すごいね。で3メガピクセルだよってしっかり書いてあるね、うん、レンズは4ミリって書いてあるよ、ね、はい。このあれかな、この QR コードがアプリと認証するときのためかな、もしかしてね。はい、一応本体はこんな感じで、ここがスコーンってなっているので、こうガチャンってつけるやつだねこれね、うん、はい。まあ、一応こうして置いていきましょう。で、あと付属品ちょっと全体的に見てみると、よいしょ、これで全部かな、うん、はい。これがカメラを取り付けるドッキングするね、これアダプターになってるので、これがここにこうこうしてね、カチャンってこう入るんだね。ここでし、これ逆か、こうだね、こうだね、ここでこうカチンってこう入るんだね、おそらくね。これ入れた時にこれはここでどっか奥に入れると、これパチンとほらパチンって入るね。でん、ちょっと待ってパチンって入れちゃったけどちょっと待ってこれ取らないと、よし、これ取らないとね、えらいこっちゃ、これグッてやってグッて引っ張らなきゃなんないね。パチンって入れたらダメだよ、これこっち側から、よいしょね、えらいこっちゃ、こうもつくよってやろうと思ったけど、あの後にします、パチンって入っちゃったね。はい、そしてこれがソーラーの方になります。これね、よいしょと、いやーほんとねえらいこっちゃね。はい、ちゃんとあのコンクリートとかのやつもちゃんとついてるね、これね。はい、こうね、これあのビス打つんだね、これね、離れたところに。でこれ緩むと、これグリン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 ってこう動かすことができます。はい、これがよいしょ、こうしてね、ちょっと待ってよ、よいしょ、こうだね、うん、よいしょ、はい、これで OK です。で、まあこれはここをねちょっとこう緩めると、まあ、この範囲内でこうグリ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 ね、はい、こうやって角度を変えることができます。これね、うん、これね、こっち側にねグッと、これがだからこうもこうもできるのかな、これがね、うん、こうつけてもいいし、こうはやっぱりかね、こうやって立てる、こうしてやるか、ね、横につけてこうするかね、まあ大体どっちかで賄えるよね、飛んできあればね、うん、でこれはこっちの本体のやつ、よいしょ、はい、この本体ね、これがここに、これは USB-C だね、これね、ちょっとこうズームしてみる。はい、
これ USB の C タイプになってます。なのでこれこのまんまカチンと入れてくる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 って回せばよいしょ、持ち上げ、はい、これでしっかりとドッキングすることができました。これでね、はい、で、あ、これはポータブル電源、モバイルバッテリーとかと仕上げる場合です。ちなみにこれはね、でソーラーを使う場合はこっち側をつけることになります。これね、ソーラーね。でこれとこれが一体になってないので、日陰になるところにカメラをつけても、これだけ日当たりのあるところにセパレートに置くことができるので、でどうしても要はソーラーが取れない場合ね、これ例えば室内で使うこともできるよね。で室内で使う場合、ソーラーを外につけておいて中に引き込むとか、あとはこれモバイルバッテリー、ポータブル電源につけておけば、あとはコンセントの変換のやつにつけておけば、まあ室内でも使えるということです。これね、まあ使い方は本当オールマイティだね、うん、はい。そして、まあ、ここに本体を取り付けるためのこれコンクリートのやつとかね、ネジが付いてるので、まあ、ここは各自取り付けね、うん、であとこれを付けるときにこのネジの場所、先に穴開けるのにこのターゲットのシールがあるので、取り付けたいところにシールを貼って、でここ穴開けてね、取り付けるようにすると楽だと思います。まあこれがないと困るよね、逆にね、うん、はい。じゃあちょっとテストで使ってみたいんだけど、その前に設定しなきゃならないんだよね。ね、スマートフォンの連動とかね、あと ここら辺だと思う、ここね、ここに SD カードを入れたりとかしなきゃならないので、ちょっと準備します。はい、ね、アプリをインストールしました。で最初アカウントを登録しなきゃならないので、メールアドレスでパスワードを認証して、起動することになります。でアカウントでログインしたら、次はカメラを Wi-Fi に接続するになります。ですぐ近くにニューロがあるので、これかな、プラスのこのアプリのこれプラスを押してデバイスを追加を押す。そうするとバッテリーカメラって確かに出てるので、これを押します。でカメラの電源を入れてくれって、ちょっと待って、カメラの電源を入れてくれって書いてあるので、カメラの電源どこにあるんだ電源ってどこだろう、カメラの電源、これかな、これかな、ちょっと待ってよ、ここ開いてメディアのこっち側、これが電源っぽいので、これを長押していいのかな、で、あ、ピロロンってなった。それで次へでいいのかな、次へ、デバイスのリセットボタンを5秒間押し、リセットしてください。 LED は赤く点滅します。ここにリセットボタンがあるので、これが電源でこれがリセットボタンなんで、これ 4,5 秒押すんだって。あ、これでいいのかな、ピポって言ったね、ピポって言って、うん、で LED が赤く点滅するのを待ちます。うん、で次へタップする。 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークを選択して、あ、パスワードを入力してください。タップし表示された QR コードをデバイスで読み込んでください。レンズからフィルムを剥がして、次をタップして QR コードをデバイスで読み込んでください。よいしょ、じゃあ座ってよ、よいしょ、これね、次へを押して、でこの QR コードを、お、これでいいかな、よし、接続中
しばらくお待ちください。うん、これで OK かな。それで、私のデバイスっていうなんか名前で認識したみたいね、これでね。それで、次で、アダプターを使用して使用するカメラを完全に使用。今ポータブル電源にこれね今接続しています。で次はカメラと電話をカメラの設置場所に置き、ネットワークマシンだ。はい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 。あ、え、うわ、すげえ綺麗。これ今、あ、声がはぶってる。ちょっと待ってね、声がはぶっちゃった。マイクのミュートするのはどうしたらいいのかな。マイクのミュート、まあいいや。はい、でこれでいいね。で完了。はいはい。ちょっとトラブルです。ここにつけたかったんだけどちょっと硬くて電池入らないんで、この重い板のところにつければね場所移動できるなと思ってこれ入れたんだけど、あのガタガタして奥まで行かなくて、で回したんだけどこれ切れちゃうんだね。これね、あのこの状態でネジ回しても奥まで行かなくて途中で切れちゃって、これねこれねダメじゃんこれねネジ脆いんだねこれね。うん、ちょっとね参った。これ結構重いんでガッチリつかなきゃなんなくて、これじゃねちょっとダメだね。このネジこんなに脆いのちゃんとつかないよこれ。あの段差になってるんでこれ奥までつけたくてもうこれいかないんだよこれね。参ったな。はい、そういうことでね、ちょっと設置は諦めて今あの庭ね、庭キュウリとかあるとこの庭にね今あの縁側のところにちょっと置いてきました。どんな感じでするかなと思ってね。でカメラがあの下の動くところがあるので動かすことができません動かせないです。なので今ねこんな感じでとっても綺麗に映ってます。画質はねものすごく鮮明ですごい綺麗だね。だから本当にちゃんと設置することができればめちゃめちゃいい状態であのセキュリティカメラとして、まあ、使えるんじゃないかなと思います、ね。まあ、今回ちょっとね失敗しちゃって取り付けがちょっとできないのでちょっとここで断念するけども、一応これぐらい綺麗に映るもんなんだよっていうのはねちょっとオープンボックスで収めておきます。でまた時間があるときにまたちょっと何かしらねチャレンジができそうだったらやろうと思います。ただカメラ側が下なんで動くんで、うん、ちょっと構造上からしてぶら下げなきゃなんないのでちょっとね厳しいかなあのネジだと。うん、ただあの釘使っても奥まで行かないとブラブラしちゃうんだよね。ちょっとね考える必要があると思います、ね。まあ、本来だったらこれでねこうズームほらこんなにズームしたりとかね、外の今音がちゃんと聞こえてると思うけどこうやって見ることができます。見渡したりとかね。で本当はこうしてね、あー倒れちゃうかな、いや倒れるかな、あー倒れちゃうかな、あー倒れた、ね、あの倒れました。ちょっとね少しでもちょっとこう感覚こんな感じだよというのを見せしたかったんだけど、うん、動くのが下にあるのでちょっとねやっぱ上につけないとダメだね、うん。はい、その中でちょっとネジがダメだったんで固定できなかったんだけど、ちょっとあのこんな感じで画質は綺麗だよっていうのだけ残したいと思います。はい、それでは一回ねお値段の方行きましょう。今回オープンボックスなんで ここまででご勘弁ください。はい、それではね戻ってまいりました。お値段ズバリいきたいと思います。せーの、ドキューン。はい、ズームイン。はい、今日現在ね、今日は9月の十何日かな、ちょっと見えないや今日何日だろうな、日付が分かんないね。
今日現在セールをやっていてマイナス 29%、 8599円となっております。でここにね表クーポンがあるので450円オフのクーポンがあります。でこれをチェックすると、はい、こうなります。8049円になります。そして 2% のポイントがつくので170ポイントつきます。これね、これね、8049円めちゃめちゃねお得なんだけども、これ間ね、どうせなんだったらこう500円オフだったらまだ7999円だとイメージがまたさらに違うんだけどね、これ間ね、もう50円頑張れないのかな、ね、はい、それでもこんだけ素晴らしいカメラがね、まあこのお値段で買えるってことはまあ素晴らしいことだと思いますね。はい、そんなわけでこの動画の説明欄に Amazon のリンクがあるんでね、そちらの方でご覧になってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。